オサイリックスはダイヤム画像を参照することに特化したオープンソースの下で開発が行われていたマックスおよび iOS で動作する画像処理ソフトウェアである。英語版およびオランダ語、スペイン語、日本語、フランス語、ドイツ語、中国語をサポートした多言語版がある。開発はオサイリックス財団のオサイリックスプロジェクトにより行われていたが現在では ピックスミ社で開発されているバージョン5.8までは GPL の下でソースコードが公開及び配布されていたかつては代表的なオープンソースソフトウェアの一つであった2004年12月に開催された世界最大の放射線医学学会である北米放射線学会スナ e n において医学の発展に多大な貢献をしたとしてソフトウェアでは 初となるクムラウディ賞を受賞した。オサイリックスは、医療機器から出力されるダイハム規格に準拠した画像に対して、二次元画像に対する画像処理や、MIP 法や MPR 法を用いて構築した3次、元画像に対する画像処理、VTK を用いた、ボリュームレンダリングや、サーフェースレンダリングなどの機能を備えている。オサイリックスはダイハム形式のファイルの他にも、 TIFF や JPEG、PDF などといった画像ファイルや AVI や MPEG、クイックタイムなどといった動画ファイルの参照に用いることもできる。o イリ l ク x は MAX に深く依存しており、Apple が提唱する最新技術への対応も同社との連携により、ほぼ技術公開と同時に対応が行われている。このため o イリ l ク x では、 グランドセントラルディスパッチを用いたマルチスレッド化によるマルチコア CPU への対応、スグレッドを用いたグリッドコンピューティング、クオーズを用いた高品質なベクトル画像による図形やアノテーション表示、オパングル最新規格への対応によるラスター画像表示の高速化、オパングルによる画像処理演算の高速化、 最新のクイックタイムを用いた3次元画像の高速な動画出力機能などに対応している。オサイリックスではその他にも機能拡張としてプラグインを作成できるようになっている。オサイリックス2からはパクスと呼ばれる画像サーバーとしての機能を備えており、画像管理ソフトウェアとしても利用できる。パクス画像サーバー機能ではアカウントよるアクセス制御が行える。なお、 パクスとしての機能は以前は別パッケージとして用意されていたが、現在はオサイリックス本体に取り込まれ、設定一つで利用可能となる。また、このオサイリックスのパクスが増ーバー機能では、バックエンドのデータベースエンジンにエスクアリットを用いている関係で、検査件数が数万件程度であれば十分対応可能である。検査件数が 数十万数百万件という大規模な運用には向かない。オサイリックス MD バージョン12.0より MAX11 ビッグスールよび Apple シリコンに対応。スクリーンショットによる機能紹介。ありがとうございます。